はい、どうもこんにちは、ゆうへいです。さてね、今ここ皆さん大好き鴨川です。鴨川のほとりを歩いております。一応これからね、ちょっと買い物でも行こうかと思いまして向かっております。このね、鴨川っていうのが向こう側に河原町通りというのがありまして、その河原町通りは結構にぎわってるんですよね。お店がたくさんあって、でその河原町通りと並行して流れてるこの川が、鴨川ということになります。詐欺ですね、詐欺がおります。はい、ちょっとね、服でも買おうかなと思いまして、やっぱユニクロですかね、安いし質もいいし、ニートなんでね、お金がたくさんあるわけではないので、ニートの味方ユニクロへ行こうかと思います。まあ、そんなこんなでね、今回ちょっとそのお金について話そうかなと思うんですけども、ニートのお金事情ってやつですね。まあ、ニートって言ってもね、全国にいろいろとニートの方々いらっしゃるかと思うので、あくまで僕バージョンということにはなるんですけれどもね。というわけでニートのお金事情なんですけども、まず結論から言ってしまうと、僕の場合は貯金ですね。貯金でやりくりしてるっていうのと、あとはまあ軽くね、バイトしたりとかなんか打ったりとかして、お金をね稼いで、まあ、そのお金を使ってるっていう感じですね。なので、まあ、貯金とちょっとした収入を元に生活しているという感じです。結局家賃とかね、光熱費はかかってないので、あと食費もそんなにねかかってないので、まあ細々と生活していればそんなにお金はかからないというところですね。まあ余裕だけど、やっぱり収入が少ないから、なんやろ、そんな贅沢しようかなっていう気にはならないですよね。やっぱりなんかこう、どんどんお金がやっぱなくなっていってるんですよね。増えてないというか、なのでなるべくお金を減らさないようにしながら細々と生きる、これがニートのお金事情です。あとね、ニートにかかるお金というと、これがね、実際生活費より高くかかってるんですけど、市民税とかありますでしょ、そういうのと、あと健康保険、それと年金ですね、年金、これがね、生活費よりも高いです。この間年金来てもうビビるぐらいありましたもんね。何十万円っていうね、なんか支払いの紙が届いて、まあ、ちゃんと払いましたけど、あれはねちょっとびっくりしましたね。まあ確かに月々ね、1万何本かもしれませんけど、2年分かな、あれぐらいあって、まあ全部足したらそれはね、なかなかの額にはなるんですけども、まあしょうがないんですけど、まあニートでかかるお金というとこんなもんですかね。はい、というわけで今回はニートのお金事情についてでした。それではね、この後買い物をしてこようと思います。何買うかな、ちょっとね、買いすぎないように注意して買い物をしてまいります。それではまた、バイバイ。